吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。2月の18日今日から新潟県十日町の雪祭りが開催されます。今ちょうど準備の時間中で、この駅前から来た通りをずっと歩いております。こちらではもうすでに雪祭りの雪だるまが飾られております。ちょっと正面から見てみたいと思います。こちらちょうどこの歩道用の棒を使っただるまが飾られております。ちょうど店の商店で準備をされたものです。ずっとこの辺りはこの屋根がついたアーケードの形になっています。それぞれのお店1軒ずつに作られています。そういうところに賑わい研究所というのがあります。こういう作品です。ドリンクはただだって、はい、こちらの方もあります。ずっと商店街が続いております。今日は皆さん雪祭りの準備にかかられているところです。終わります。